本日の相談です。復縁したい彼女に新しい彼氏ができたので、もうこれからは連絡しないでと言われました。彼女は家庭的で結婚願望が強い女性なので、私とは結婚前提で付き合っていました。ですが新しい彼氏は金銭面で不安があるようで、今は一緒にいれるならそれでいいと言っていました。私は最近仕事が順調で金銭的に余裕があるため、それを彼女に伝えたところ、そういうことじゃないと言われました。絶望的ですが、この状況でも復縁はできるのでしょうか。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、ライト、ツイッター本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。このチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特におすすめできる内容となってますので、ぜひですねチャンネル登録をよろしくお願いします。あとお悩みがある方はツイッターの DM か、LINE アットに送ってください。ということで、今回のご相談は復縁したい元カノに新しい彼氏ができたっていうご相談ですね。今回の相談は男性なんですけど、内容としては男女共通して参考にしていただける内容になってます。今日の目次はですね、こんな感じですね。もう連絡しないでと言われたら復縁できないかどうか、大抵の人がやってしまう失敗、復縁のためにあなたがやるべきこと。新しい恋人ができたとかできてないに関わらず、もう連絡しないでとか復縁するつもりはないよと言われて落ち込むっていう方は多いんですけど、ただですね、ここで覚えといていただきたいのは、別れる時にそのうち復縁しようと思って別れる人はいないということですね。誠実で真面目であなたのことを本当に真面目に考えてくださってる方、真剣に考えてくださってる方であればあるほど、そのような言葉というのはよく口にされます。だから別に言われても不思議じゃないし、それを言われたからといって復縁できないというわけではないです。もちろんね、めちゃくちゃショックだし、めちゃくちゃ落ち込むんですよね。でもね、それを言われたからって言って諦めなきゃいけないっていうことでもないです。ただしですね、ここで相談いただいた方がやってしまった失敗が2つあります。これは実はですね、相談いただいた方だけではなくって、ほとんどの人がやりがちな失敗ですね。大丈夫失敗です。まず、1つ目はですね、復縁したいという意思を見せてしまったこと。そしてもう1つ目は、マウントを取ろうとしたことですね。一つ目の復縁したいという意思を見せてしまったということに関してなんですけど、恋愛というのはお互いが同じスピードで、階段を上ることで成就するんですね。別れたということは相手側がこの階段を降りてしまったということです。あなたは今一番上にいて、相手は今一番下にいる状態です。あなたはこの上から愛を叫んでいる状態なんですね。好きだみたいな感じ。このね、温度差っていうのが伝わるでしょうか。この状態ではやっぱりこれだけ差があると、あなたの声というのは相手に届かないんですね。あなたの声を相手に届けようと思ったら、あなたも相手と同じ位置までここまで降りる必要があります。そして同じスタートラインに立って、でまた同じ速度で一歩ずつ階段を上るということが復縁できるということなんですね。未練を見せてはいけないという話をした時に、嫌だとか自分のことを忘れられちゃうんじゃないかっておっしゃる方がいるんですよ。しかも結構いらっしゃいます。その気持ちはね、よくわかります。でもね、今の時点であなたに恋心を抱いていない相手に復縁したいと伝え続けることは、あなただけがどんどん階段を進み、相手はどんどん下がっていってしまいます。言わなければ相手の立ち位置はこのままだったのに、復縁したいと伝え続けたことで相手の気持ちはどんどんマイナスになっていってしまうんですよ。だってね、正直なところね、好きな人がいるとか、今は復縁を考えていないという状態で、その相手からね、復縁したいと言われ続けることは鬱陶しいなとか、
めんどくさいなとか、連絡が来たら嫌だなと、その思っちゃって、でそっからやっぱり好きだなとか、それ以上の気持ちというのはやっぱ芽生えないんですよね。だから着信拒否したりブロックしたりということになります。相手だって別に鬼じゃないから、こんなに自分のことを思い続けてくれるというのはやっぱ嬉しいものです。でもそれに応えることができない自分というのは最低だと、こう自分のことを責め始めたりするんですよね。そうなるとあなたに対する、罪悪感とか、自分に対するその自己嫌悪というのはなかなか拭い去るのが大変なので、だからこう復縁というのはどんどん難しく厳しいものになってきます。だから復縁したいなっていう思いは相手も同じ位置に来るまでは見せないというのが鉄則です。そしてもう一つがね、マウントを取ろうとしたっていうことなんですけど、マウントっていうのは俺の方がすごいとか、私の方がすごいでしょと自分の存在をアピールすることですね。今回の場合はお金です。俺の方がお金持ってるから俺にしときなよって言われて、その男性を選ぶ女性はいません。まあもしかしたら選ぶ方もいるかもしれないんですけど、そんな人はやめといた方がいいですね。だってお金がなくなったらあなたは 100% 捨てられますから。まあ他にもね、俺の方がすごいとか私の方がすごいっていうのが、そのアピールすることが復縁につながるって考えてる方は多いんですけど、実はですね、これはマイナスのアピールですね。なんでかっていうと順番が違うからです。恋愛っていうのは先に同じという部分で信頼関係を築き、その後で違うという部分で恋愛感情を抱きます。自分がどれだけすごいのかというアピールは、本来なら後でしなければいけない違いという部分を先に出しちゃってるんですね。だから相手に受け入れてもらえないんですよ。まず先に同じなんだと思わせて信頼関係を築けなければ、違いというのは効果を発揮しないんですね。だから自分はあなたと同じ価値観なんだよ、同じように感じてるんだよと、先に同じなんだという部分をアピールしなければいけないわけです。今回の場合どうやってアピールするかっていうと、相手と同じ立ち位置から物事を見るということですね。つまり新しい彼氏を好きな彼女の気持ちに寄り添って応援するというポジションです。これを言うと嫌がる人多いんですけど、実はね、相談相手というのは一番復縁しやすいポジションなんですね。これについてのね、詳しい動画っていうのはまた別に作ろうと思ってるので、楽しみにしていただけたらと思うんですけど、とにかくですね、同じ価値観とか同じ目線で同じ方向を見るというのが大事なんですね。あなたがやらなきゃいけないことは、今言ったみたいに未練を見せないことと、復縁したい相手と同じ目線で物事を見るということですね。それからもう一つ、他の人と会うということです。復縁したいと考えた時に、人っていうのは別れた原因さえ取り除けばまた復縁できると考えがちです。でも実際にはですね、別れに至った原因だけを取り除いてもうまくいかないんですね。なんでかっていうと、そこにときめきがないからです。相手をもう一度振り向かせるためには、別れた原因を取り除き、さらにときめかせる要素というのを身につけなければいけません。そのためにどうすればいいのかっていうと、やっぱりですね、ご自身を成長させるっていうことですね。あなたが女性の場合は、男性というのは一点豪華主義なので、自分の強みだけを伸ばすという方向性で考えた方がいいです。あなたが男性の場合は、女性というのは総合点で評価するので、全体の平均点を底上げするというふうに考えた方がいいです。全体の平均点っていうのは、性格、ルックス、会話術、仕事とかね、どれか一つではなく全体的に取り組むっていうことですね。そして復縁したい相手以外ともデートをして、やっぱりモテるようになるっていうことが大切です。結局ね、他の人から人気が出るということは、もったいないことをしたかなって相手に思わせることができるので、あなたの魅力っていうのを再確認させることができるんですね。ですから誰か一人を思い続けてる時
こそ他の人とデートした方がいいです。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。マウントはダメだよっていう話をしたところです。ちょっとお金の話をしたんですけど、結婚相談所ってやっぱ年収とか年齢とかが重要視されるんですけど、結局のところですね、何を持ってるのかって実はあんまり関係がないんですよね。どんなお仕事についてるかとか、どんな肩書きがあるかとか、家柄とか、そういう What you have は全然当てにならないんですよ。やっぱり大事なのは Who you are だと私は思ってます。ただですね、その早く復縁をしたいって思った時に、やっぱりその、1ヶ月半1ヶ月とか半年とかかなでその結果を出そうと思うと、やっぱりですね、分かりやすく成長してるっていうことが大切で、だからまあそういった意味で見た目を磨くとか、その年収を底上げするというような、パッと見て分かるところを伸ばすというのはやっぱり早いんですね。早く変わったように見せることができるからですね。だからネットの記事とかは見た目を磨けとか年収を上げろとか書いてあるわけですよ。それはね、別にネットの記事が間違ってるわけではなくて、なんかそのね、本質的な部分を言葉で説明して、でさらにそこからどうやっていくのかっていうのを書き出すと、やっぱこうすごく長くなるし、でまあその誰にでも誤解なく分かりやすく伝えようと思うと、やっぱりどうしてもこう上積みの部分だけを言うっていうことになるんですね。だからネットの記事が間違ってるとか使えないっていうわけではないんだけど、でも本質の部分を理解してないと、やっぱり思ってるような結果っていうのは得にくいのかなって思います。ネットの記事を読んだだけで成功する人というのは、こう知らず知らずのうちに本質を見抜くっていうことができてるんですね。でもこう表面だけを受け取ってその通りにやってると、やっぱりなかなか思った結果が得にくいのかなっては思います。まあこのチャンネルではですね、その辺も含めて最近はね、結構しっかり伝えようっていう思いが強すぎて、どんどん長くなっちゃって、見てる方もね、結構しんどいかなとは思うんですけど、でも、なんかあんま表面的な話とかしても、なんか意味がないというか、本当に使えないと、こう、せっかくね、時間を使って私の動画を見てくださってる、なんかメリットがないかなって思うので、これからもですね、見るだけで本当にこう恋愛がうまくいくっていう内容をお届けできるように頑張っていきます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。